諸君、第194回国会は本日召集されました。これより会議を開きます。日程第一、議席の指定を行います。衆議院規則第14条によりまして、諸君の議席は議長においてただいまの仮議席の通り指定いたします。ただいま内閣総理大臣から詔書が発せられた旨伝えられましたから朗読いたします。日本国憲法第7条により衆議院を解散する。